です。なぜ航空歴は安全って思われているのかについて話したいんですけど、あなたの親もしくはあなたの祖父母に対する人たちっていうのは、高度経済成長によって給料と生活水準が常に右肩上がりでどん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 良かった時代なんですよね。まあ、そういう時代の中でも特に今メディアで報道されているような、まあ、東大生の親っていうのは平均収入1500万で、いかに子供に教育を通し、いかに東大に入れるかっていうようなね、そういう教育モデルがメディアで紹介されてると思うんですけど、その親の平均収入1500万で、かつそれを見てる私たちにとっては1500万という平均年収っていうのはものすごいお金持ちっていうイメージが強くなりますよね。つまり東大に入れてしまえば子供は将来安泰だと思ってしまうわけです。まあ、なんでメディアを見てその飲みにしちゃうのかというと、日本の読書率は1割未満です。9割方はテレビやメディアしか信用見て、うん、やっぱりうちの子はそういう子学歴をつけさせないよねって、そういう思い込みが強くなるのは当然じゃないでしょうか。つまり高校から大学というイメージが強くなっちゃったわけですね、近年ますます。だけど高校から専門学校というのは、そういうメディア報道される前っていうのは、やっぱり俺バカだしとか転職つけないとっていう人たちが強かった。でもこれからはドローンの専門学校出てきましたよね。プロゲーマーという職業も出てきました。これから9割の職業は滅びるって言われた時代に、新しい価値観の仕事に目をつけて、今ねいち早く動いた人が今後もうまくいくのではないかと思うので、こういう本読んでね、じゃあ俺はどう考えたら、私はどう考えたらいいんだろうって